昭和55年生まれ、いわゆる S55 世代の葛西ドラゴン OB の馬場義明。この世代は最も凶暴で恐れられ、東京最強狂犬などで多く知られていた。ドラゴンとは中国残留孤児の2世3世を中心にして1988年に結成された暴走族だ。当時中国からの帰国者が入居していた時和寮があった東京江戸川区が誕生の地とされている。ドラゴン、竜は一般に中国のことを指す。しかし彼らのドラゴンには別の意味もある。ドの字には日本人のいじめに対する怒りから来ており、ラの字には強敵を倒す羅漢から、ゴンには自分たちの剣を守るという意味から来ているのだ。彼らの凶暴化はある事件がきっかけだったと言われている。メンバーらは都内の残留孤児2世を受け入れる限られた高校に通っていたが、日本語が不自由な彼らは日本人から壮絶ないじめを受けた。1989年には残留孤児2世の女子高生が日本の暴走族グループに乱暴される事件が起こっている。この報復がドラゴンの凶暴化につながっていったのだ。もともとのドラゴンのリーダーはターウェイと呼ばれる中国残留孤児2世がリーダーとして統率していた。しかし2005年頃、ターウェイが覚醒剤所持のため逮捕される。その頃から住吉系暴力団員も兼任していた馬場が圧倒的な力をつけドラゴンを引っ張るようになり、ターウェイが退所後2009年頃からドラゴンのトップになった。ちなみに馬場は中国残留孤児ではなく純日本人と言われている。馬場はその世代の中でもかなり激しいタイプで、同じチームの先輩にも引かず、当時は危なすぎて誰にも説教できないという噂すらあったようだ。喧嘩では青竜刀やチェーンソーを振り回すだけでなく、実際切りつけたという。馬場さんは本当にヤバかったよな。気違い勝手くらい凶暴だったよ。でも他の怖いアウトローの人みたいにでかくなかったんだよな。ああ、身長は163センチくらいだったらしい。でも実際はもっとありそうだよな。そうそう、力まなくても凄みというか怖さはあるよ。まあ本物の中国人が引くぐらい残酷だったからな。馬場さんといえばいろいろな伝説があるよな。そうだな、あれは有名だよな。あれだろ、関東連合を解散に追いやったくらい強い木村兄弟の弟幸次郎さんとの対マン勝負だろ。それそれ、木村幸次郎さん自身がいろんな人と対マン張って勝ってる中、馬場さんとだけは勝敗が謎なんだよな。そうなんだよ、なんでだろうな。そりゃ馬場さんが勝っちまったからだろうが。いや、情報だといろいろ出すぎててもうわかんないんだと。なんだそりゃ、馬場さんの勝ちに決まってんだろ。そんなに興奮するな、俺にキレるなよ。だって対マン情報の出所は元関東連合の村井雄介さんの YouTube 動画だぞ。いや、でもその動画もう削除されてるじゃんか。その動画見た奴らはドラゴンの馬場とも対マン張ったし、いいなって思ったって言ってるんだから、そもそも勝敗どころじゃないじゃないか。これはさ、木村幸次郎が俺も馬場みたいな奴と対マン張ってみたいなってことかもしれないぜ。いいなだからそもそもの勝敗なんてわからないじゃんか。いいなって言ってる時点で馬場さんの勝ちじゃね。ま、この対マンには勝敗はつかなかったんだろうな。対マンを張っているのかも定かではないが、ネット掲示板では馬場が勝ったという意見と、そもそも対マンなんてしていないという意見が出ている。よって勝敗は定かではない。他にも馬場には伝説がある。六本木キャバクラでヤクザ組員を襲撃事件。2011年12月六本木のキャバクラで山口系の幹部を含む4名がおよそ20名の男らに襲撃を受け、ビール瓶などで暴行を受けた。この中心人物がなんと馬場義明だ。襲撃された4人は全治2週間から2ヶ月の重軽傷を負い、うち1人は脳挫傷のため集中治療室で生死の境をさまよったが一命を取り留めている。実はこの場に木村兄弟の弟幸次郎がいたという噂がある。キャバクラに入店前、六本木の交差点で木村幸次郎らと馬場たちが口論になったが、警察の介入で両者は解散。しかし馬場たちは木村たちが店に入ったのを確認し、仲間を呼び寄せ襲撃。危険を察知した木村幸次郎はいち早く脱出。残された4人が暴行を受けたということになる。ただこのことは信憑性に欠ける面もある。事件に関する情報で被害者が4人とあるが、5人とするメディアの情報もあり、とても曖昧だからだ。
その後襲撃の主犯だった馬場義明は2013年この事件によって逮捕され、カメラに映るあの強烈な凄む姿がニュース映像で流れ、ドラゴンのトップは馬場義明と全国で一躍有名になった。この時期に馬場のドラゴンでの権力は絶大であり、府中刑務所を出所後700人もの仲間が出迎えをしたという。その後はドラゴン自体が権力争い、同士打ちが起き分裂と大きな話題を呼んだ。2017年の夏、馬場は江戸川区の公園に銃2丁と実弾を隠し持っていた銃刀法違反の疑いで逮捕された。この逮捕後も馬場を追い落とそうとする勢力が情報を警察に垂れ込み、さらに2018年に逮捕される。2017年の逮捕時点ですでにドラゴンの元リーダーと報道されたあたり、ドラゴンでの権力は完全失墜したとみられる。現在は馬場は大東義明と解明されたことしか続報はなく、どこで何をしているのかはわからないままだ。ドラゴンって中国残留孤児2世の集まりで日本人を恨んでいたんだ。もともとは日本人がいけないんだね。なんで人って自分とちょっと違うとか言葉が違うからっていじめるんだろう。私はそんな社会がおかしいと思う。人は自分と違って当たり前なんだから、もっと分かり合えたらいいのに。でももうこんなことになってしまったら、この水は埋まらないんだなって思うと悲しくなったよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。